お好きな参考書。なるほど、はい、あこれはいいなって特に結構気に入ったのが、はい、理科と社会でそれぐらいある共通テストって基礎知識あっても解けない問題もう昔ちょっと変わるぞって先に全部うわーってやってもうみんな外れますちょっとドロッと人に叩かれるっていうのが恐ろしい。そういう時って声かけていいのかな、それとも触れないでくれの方がいいんですか。どうだよ、始まりました、もちろんチャンネルです。今回はですね、あ夏の感じになったレギュラーの中森先生に入れてました、はい、どうもどうも、はいはい、今回はですね、はい、中森先生がお好きな参考書、なるほど、はい、聞いていきたいんですけど、はい、トレンドな感じで最近あるんですか。あそうですね、好きな参考書って言っちゃうとこう、ね、絶版になったやつとか昔のものも入るとなるほど、あれなんで最近出たやつでっていうので、おいおいおい、いくつかじゃあ、はい、挙げていきたいとは思うんですけど、まあこれはですね、やっぱその著者の先生にも直接出ていただいてすごい良かったなと思うのが柳生先生、現代文、あ、はい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 、ゼロから覚醒始めよう現代文っていう、まあ、すごい基礎向けの参考書なんですけど、はい、まあすごい良かったですね。本当に現代文できない人の気持ちがよく分かってる本だなと思って、おー、なるほど、はい、今年 の、 その共通テストで一番やっぱ不安に思っている人が多いのは英語と国語かなとは、あそうですよね、思ってて、まあ、変わったじゃないですか。で、はい、基礎能力鍛えなきゃいけなくて、なんかセンター試験の今までの過去問だけじゃどうにもならないみたいなのが出てくるんで、まあ、その上で基礎力鍛えるにはすごいいいんじゃないかなみたいなふうには思います、ね、うんうん、そうですね、まあ、国語の先生たちも振り回されましたしね、はい、記述が、ね、導入って言って各予備校もテキスト作って模試作って、はい、全部おじゃんになったってですね、泣いてました作った先生が泣いてました。じゃあ現代文のそれ柳生先生のがまず一つ目、はいでね、はい、であとはですね、まあ、共通テストの対策問題集って結構最近また出てきていて、はいはい、そうですね、その中でも結構個人的にあこれはいいなって特に結構気に入ったのが、はい、理科と社会でそれぞれあるんですけど、おそうなんですね、まず理科が数件出版から出てるんですけど、はい、カテゴリー別大学入学共通テスト対策問題集っていう、そんなのがあるんですね、はい、これが要はそのどういうふうに聞いてくるかみたいな、はい、その出題形式思考問題でこういうパターンの問題があるみたいな、はい、分野っていうより出し方のパターンで出してる問題なんですけど、これまだ今日の一冊っていう別でまた紹介はする予定なんですけど、はい、共通テストって基礎知識あっても解けない問題が結構あるんですよ、はいはい、あるんですよ、はい、それはなんていうかそんな聞かれ方されたことないとかっていうのがあって、できないところっていうのがその分野とかっていうよりはそういう聞かれ方してないからっていうのがあると思うんで、そっちの目線でまとめてくれてるやつすごい貴重かなと思うんで、まあ今後一旦基礎知識入れたらこれやるみたいな風にやるので使いやすいのがこちらかなっていうのと、これが理科なんですけど、で社会がこれ世界史日本史でちょっと出てるんですけど、山川から同じように出てて、これ世界史日本史でトレーニング共通テストトレーニングってやつが出てるんですけど、これもですね共通テストでこういう形のやつ予想問題あの思考問題出してたよみたいなのもとに、もう早速やっぱ山川なんですぐに出してくれるということで、ですね、日本史世界史といえば山川ですね、動き早いなと思ってたんですけど、やっぱそのこう思い切った出し方してて本当に共通テスト特化みたいな形で出しててですね、非常にそのフットワーク軽くて良かったなと、うん、はい、大学には共通テスト世界史トレーニング問題集ってやつですね、はあ、これは本当に過去問がない今、はい、非常に使いやすいんじゃないかなと思うんですけど、まあ、そうですね、社会とかそんな問われ方するみたいなんですね、はい、出てきたら厄介ですよね。そうですね、一問一答だけで覚えてたけど、はい、整合的に出てきたりすると解けないとかっていう人もいるのと同じように、はい、共通テストもやはりそういう問われ方が違うという、はい、であとはやっぱり結構皆さん気になったのは共通テストに関連した話なんですけど、はい、決めるとか、はいはいはい、面白いことみたいな、はい、センター系で、まあ、名を馳せてた、まあ、そうですね、今までもうそれがもうバイブル的になってましたもんね、はい、まあ、自分も使ってましたし、はい、特に決めるが大体出揃って、はい、で今度面白いほどがいくつかの科目で出ててっていうのはいろいろ出てきてるんですけど、やっぱりどっちかが基本的にやっぱり、はい、科目ごとに好みがあると思うんですけど主流になってくるのかなとは。あ、じゃあまあ決めるシリーズじゃもう出てきてるんですね。もう大体出てますね、はい、この間結構一気にガーッと発売されて、あ、はい、そうなんですね。で結構これ面白かったのが、あの英語のリーディングが、はい、あの決めるも面白いことも出てるんですよ。へで決めるがあの福崎先生、あ、はいはいはい、で面白いことが
あの竹岡先生なんですよ。なるほど。まあどっちもすごいいい参考書なんですけど、はい、全然特徴というかコンセプトが違ってて、はい、共通テスト。そうなんですね。で、決めるの方はもう共通テストが取れない人向けのどうやって取るかっていう対策本なんですよ。はい、でも竹岡先生の方は共通テストの対策本なんだけど、共通テストを通してこういう問題、こういう長文が出たらどうするべきかっていう長文全般の話してるんですよ。そうなんですね。全然違う切り口になってるんですね。はい、共通テストできない人だったら決めるの方がいいんだけど、はいはい、ある程度取れんだけど、まあ、それ対策しつつ他の長文を読めるように鍛えたいなって人だったら竹岡先生のを使おうみたいな感じで、全然役割がというか似たようなタイトルなのにシリーズで違ってて結構面白かったです。なるほど、はい、そうですね。お、決める、もう本当ですね、いろいろ出てますね、はい。お、安河内先生リスニングですね。そうなんですよ。これも、まあ、見てあったんですけど、やっぱその安河内先生を結構その共通テストで点を取るためにはっていう点にすごい特化しているというか、はい、おお、そうなんだ、ね。はい、福崎先生、じゃあヨゼミ人がまた増えてるんですね、はい、やっぱ現代版船口さんなんですね、はい、僕の時と変わらない。ということでやっぱこの辺はですね、先生ごとにこう目標としてるラインが違ってたりもあって面白いですね、はい、面白いですね。あ、やっぱり世界史は佐藤幸雄先生、はいじゃ あ基本的にはセンターの時とあまり先生は変わってはいないわけですね。そうですね、うん、まあ、大幅にはそこは変わってないけど、やっぱ共通テストだとどう変わるかっていうところで結構やっぱりこう皆さん作るのに大変だっただろうなっていうのが、そうですよね、すごい伝わってくる。これ実際ね行われて全然違ったら面白いですけど、はい、ますね、それは鬼畜ですね、うん、本当に。今度共通テストね、あの実施のね日付が決まり、第1日程、第2日程とあるわけですからね、はい、どんなになるのかも本当に、はい、いやもうこの辺がね、やっぱこの新しい参考書ってなると共通テストが絶対ついて回るんで。あ、そうですね、今後こういうのがどんなのが増えてくるか楽しみではあるんですけど、はい、あとはね、僕のお気に入りっていうか、はい、武田塾からついに参考書が出たんで。あ、そうですね、やっぱあれもね、はいはい、自分の中ではこうなんか役割をはっきりさせて出せたんで、そこは結構気に入ってますけどね。そうですね、はい、それじゃあ概要欄に貼っておきますので、ぜひお願いします、はい。今何冊出てるんですか、あれ。今4冊ですね、はい、あ、じゃあ世界史日本史古文2つでしたっけ、はい、古文が2冊で、はい、そうですね。世界史が鈴木先生で、はい、日本史が石黒先生。あれ、石黒先生決めるも書いてなかったでしたっけ、はい、すごいじゃないですか決めるとセットでは石黒先生セットができるっていうすごい、はい、そういうのも出てて古文が2つ出てますもんね、はい、これからまたいろいろ増えていくんですよ ね、 ですね。あと決めるちょっと面白かったのは山岡先生、あの、はい、東進の、はいはい、が決めるの地理出してるんですよね、はいはいはい、今回地理 B 教室のそのまま接続でいけるような感じのやつになって。そうなんですね、はい、山岡先生が書いてるんですね、はい、いやもう結構今回は分厚めになってて、その、はい、別冊で問題とかもついてて決めるは結構使いやすくなってるんでしょう。おー、そうなんですね、はい、じゃあ決めるもいろいろ進化してってる、はい、参考書業界は今年かなり熱いんじゃないかなっていう。確かにそうですね、はい、これどうなるのか。まあ一時期は4技能でね同じようなことが起きましたからね、はい、まあ、ティープができた時とかすごかったですもんね、はい。あと今年様子見する側と、はい、今年結構予想して作る側が結構やっぱあると思うんで、はいはい、そうですね、ひょっとしたら今年出したやつが全部来年大回転になるかもしれないっていう全然あると思います。ありますもんね、はい、僕もあの様子見る側の人間なんで、はい、今はもう昔トイック変わるぞっつって言って先に全部うわーってやって、はい、もうみんな外れまくってボロックスに人に叩かれるっていうのを見てるんで恐ろしいですね、はいはい、だからそうなんですよ、トイックの総合対策本とかずっと書いてない理由はそれなんですよ。なるほど。いやだから本当に過去問がない以上は予想でしかないんで。そうですね、はい、まあ、基礎知識つけて対策問やるっていう風にした方がいいかなと。なんか対策問だけの決め打ちは結構今年は怖いかなとは、うん、そうだと思いますね、はい、僕よく言いますの予想は予想って本当によく言うんです確かにけどまあ本当やらなきゃいけないですからね、はい、そういう形でみんな出していくわけですもんね今回は、はい、じゃあまあやっぱ今でも参考書行ってるわけですね本屋に。めちゃめちゃ行ってますね、特に最近は。もう今年いや本当に自粛でなかなか見れなかったんで、あ、はいはい、なんか本当毎日のように行ってますね最近。へえ、そうなんですね、もうルーティーンになってるわけですね。ルーティーンですね。結構出版も遅れたりとか、あとは届けられないみたいな感じで、Amazon とかもずっと売り切れとかっていうのが多かったんで、在庫切れがやばかったですね。そう、在庫切れなんでどうにかしかしてくださいって僕のところに行きますからいや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 みたいなもう確かにそうですね、はい、出版社も本当に、まあ、自分の書いてる本とかもみんなリモートになってたんで、はい、出版社の人たち確かに大変っていう感じだったんですけども、
じゃあ毎日参考書見てる中森さんの、ね、書店に行けば会えるかもしれないですから、はい、その時はちなみにその時って声かけていいもんなんですか、それとも触れないでくれの方がいいんですか。で短時間であれば、あ、なるほど、本見る時間がなくなってしまうとちょっと、なるほどなるほど、はい、そうですね、まあ、受験相談とかまでがっつりとかなっちゃうと、そこはちょっとなかなか難しいんですけど、全然あの声かけていただけるの自体は嬉しいんで、どっちかっていうとあの話しかけないで、あのツイッターとかで投稿された方が楽しいんでいますね、そういうのね、わかります、その気持ち、はい、僕もすごいツイッと見られたことあります、はい、なんかあるなら話しかけてもらって全然構わないんでっていう、はい、はい、という感じでですね、はい、中村先生を、ね、見つけたらぜひ、ね、ハローでやで声かけて確かに、はいはい、ということで今回は中村先生に好きな参考書ですね、最近の、はい、聞いてる参考書について聞きました、はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。